インターネット上で情報が公開されているページのことですね。インスピレーション、これは一語の日本語では表現しにくい単語ですね。創造的な素晴らしい思いつき、ひらめきを与えてくれるような創造的な刺激といったような意味ですね。で、日本語でもインスピレーションを得るといったように訳さずにそのまま英単語を使って表現する場面を最近ではよく意識しますね。声に出さずに心の中で思う、密かに考えるという意味ですね。 oneself のところは主語によって変わります。私が心の中で思う場合は think to myself、 彼が心の中で思う場合は think to himself といったように oneself のところが変化します。ではこれらの語句をレイチェルなどについて発音練習してみましょう。強く読むところに注意して言ってみましょう。 OK Please repeat after me. Contact. Gradually. One day.